はい、こんにちは、ひーちゃんです。今日はね、六甲山みんなで登った後、一人で裏ハニー取って帰ります。これ、モンダでね、裏ハニー行くの初めてなんで、ちょっとゆっくり楽しみながら行きたいと思います。東コースはアウター縛りで行ったんで、ハニーはねインナーに入れてゆっくり帰りたいと思います。はあ、これね、この間買ったオーストリッチのフロントバッグ、そんなに重くないし、結構入るから、バックポケットに入れなくていいから、結構助かってます。Amazon でね、買ったんですけどね、ここはグリーンで、オレンジっていうのがかっこいいなと思って買ったのに、届いたらこれがシルバーでオレンジ全然ちゃうやんって感じ今のケツめっちゃいいな。平日のね、お昼前ぐらいだったら誰もいない。6月入るとちょっとね、梅雨の時期とか入るし、ちょっと暑なるんで、5月のね、今ぐらいやったら、本当にね、暑くなくて、乗ってなかったら、ちょっと肌寒いんやけど、このね、ちょうどいい。前の動画で、ボトルケージつけたんやけど、それも軽いし、あと、ツールケース買いました。後でね、ちょっと、見せたいなと思います。はいっす。じゃあ。重い。ギアが重い。ちょっと軽くしよう。この辺がね、裏ハニーのヒルクライムの終わりあたり、あと下りばっかりなんで、ちょっとね、最近買ったもんお見せしたいと思います。はい、はい、ヘイちゃんです。はい、六甲山の横の東ウルト登ってから裏ハニーをちょっとデザートで登りに来ました。で、今日ね、モンダちゃんで、モンダの SLR のクロマティ号で来てます。でね、東ルートはアウター縛りで登って、その後なんでちょっと足が振り切れてます。で、最近買ったのが、このフロントバッグ。オーストリッチ。結構ね、財布とか、鍵、ハンカチ、とか、あと、ウィンドブレーカーとか入るんで、まあちょうどいい大きさです。そんなに重くないです。でね、あと買ったのが、この間の動画でもやってたんですけど、カツオチャンネルでやってたボトルケージ、を買ってます。ちょっとカメラに向き替えます。で、このボトルケージ。パール泉の分やったんですけど、これを買ってます。中にね、空気入れと、チューブとか、工具入れてます。あとね、これ映るかな？こうか。ひーチャンネルのステッカー作ったんで、こんな弱小チャンネルで作んないって話やけど、ちょっと仕事の関係でね、ついでに作ったんで、まあください言う人おるかどうかわかんないですけど、また欲しい人おったら、六甲さんであったら差し上げますんで言ってください。ほんとちっちゃいね、ステッカーなんで、携帯とか、僕みたいにこれ、シートポストとか、あんなのちょうどいいんで、また声かけてもらったら差し上げます。大きさはね、ちょっと待ってくださいね。こんな感じ、なってます。また言ってください。裏ハニー。こんな感じでね。誰か来た。じゃあ、動画撮りながらやってんのかな、なんかめっちゃ喋ってた。まあ今日はこんな感じなんで、いい天気なんで、もうちょっとブラブラして帰りたいと思います。じゃあ、ありがとうございました。